綾波、吹雪型駆逐艦。綾波は大日本帝国海軍の駆逐艦。徳型駆逐艦、吹雪型の11番艦。艦名は重なり合って寄せる波から由来し、この名を受け継いだ、日本の艦艇としては神風型駆逐艦。初代、綾波に続き2代目にあたる。徳型駆逐艦、一等駆逐艦、吹雪型の11番艦であるが、 実質吹雪き型の改良艦となっており、徳型、E 型、駆逐艦、綾波型という分類に属する一番艦である。吹雪き型、I 型との違いは主に煙突の形状の違いや、手法のタイプの違いである。参照、吹雪き型駆逐艦分類。大阪の藤永田造船所で1928年、昭和3年1月20日に起航。同年8月1日付で 第45号駆逐艦から駆逐艦、綾波となる。1929年、昭和4年10月5日、浸水。1930年、昭和5年4月30日に巡航した。第4艦隊事件などの教訓から、手法の乾燥を等重心低下のための改装を経て、日中戦争では、上海や甲州における上陸作戦を支援。1940年にも、 上陸作戦の支援に参加している。太平洋戦争では、第一艦隊第三水雷戦隊に所属し、数々の戦闘に参加。海戦直後の1941年、昭和16年12月8日には、マレー半島における上陸作戦を支援し、同年12月19日には、裏波及び夕霧と共に、オランダ海軍の潜水艦をマイナス20を砲撃によって、 激鎮、両艦と共に生存者32名を救助した。また、1942年、昭和17年2月17日、マレー部隊の一艦として、シンガポールやスマトラと方面で、作戦中、海イズ記載の暗証によって、スクリューを損傷する。マレー部隊指揮官、小沢寺三郎中将は、綾波のライン作戦参加は、不可能と判断、綾波を死体に残し、 慶順、由良、第十一駆逐隊、初雪、白雪、吹雪、第十二駆逐隊、白雲、磯波、二十七日不編入を、来院部隊、第三艦隊に編入した。その後、綾波は、マレー部隊機関の従順、鳥海と行動を共にした。四月上旬、小沢中将は、空母、龍城を機関とする。 マレー部隊機動部隊のベンガルワン動作戦を実施、綾波、潮風は輸送船、日英丸と共に補給部隊として参加した。内地軌道後、ミッドウェー海戦に主力艦護衛部隊として参加。8月以降のガダルカナル島の戦いでは、ガダルカナル島への輸送任務、ネズミ輸送に従事している。綾波の名を高めたのがこの海戦である。 1942年11月14日から翌日にかけて行われた第三次ソロモン海戦の第2夜戦で、浦波、式波と共に、第2艦隊第3水雷戦隊に所属していた、綾波は、ガダルカナル島、図の下側の陸地飛行砲撃に向かうため、近藤信武中将のぶたけ中条の騎下、戦艦、霧島と高尾、あたごの従順2隻の射撃隊、ズレ、E、軽巡。 ながらいか地区間六席の名追体、ズレデ,ディー、そしてこの二体の前時警戒に当たるための相当隊として、軽順、川内以下、綾波、四季波、浦波の計四席でサボ島、津の左上の小島付近を航行していた。まもなく、相当隊は、サボ島近海の紹介に当たるべく、川内、綾波が、サボ島の西側へ、敷波、浦波が、 サボ島東側へと二つに分離した。ところがここでサボ島東側を航行していた、裏波が単純陣でサボ島南水道を西に向かって航行する敵艦隊らしきものを発見。川内に報告すると共に追尾を始めた。これが、戦艦、サウスダコタ、アセスサウスダコタ、BB-57、戦艦、ワシントン、アセスワシントン、 bb-56 を含む、米主力艦隊、ズレ、A であった。綾波と航行していた、川内は、浦波大支援のため分離、サボ島北側を通って、浦波隊に行動すべく急速に、綾波から離れていった。こうして、綾波のみで、当初の予定通り、サボ島西側を、紹介航行することとなり、予定では、綾波、ズレ B は、 単艦でサボ島南側を回って相当大使隊、ズデシーと合同するはずであった。そしてこの分離が、綾波の運命を決めることとなる。21時16分、サボ島南水道に侵入した綾波の見張り員が、艦首方向右より距離発生に、単純陣で航行する、米艦隊を発見。この時点で、すでに米艦隊と交戦していた、相当の川内から、 日本艦隊全艦へ放した敵艦隊発見の報告が綾波には届いていなかった、サボ島に電波が遮られたものと言われている。即座に艦長佐久間栄治中佐が右砲線、右魚雷線を命じ、主体に敵は駆逐艦4隻、従順一隻、戦艦の5人であると通報した上で30キロトンに増速して突撃を開始した。この時、綾波にとって不運だったのが、 サボ島東側に展開していた総統大主体の川内以下3隻が形成不利とみて一時交代を始めた直後だったことである。したがって、綾波は戦艦2隻駆逐艦4隻の米艦隊に対し、単艦で突入する格好になってしまったのである。突撃してきた綾波に気づいた米艦隊が砲撃を始めた直後、21時20分。 距離5000になった時艦長は砲撃開始を加齢。初段が、敵3番艦、プレストン、アセスプレストン、DD-379 を捉えさらに敵1番艦、ウォーク、アセスウォーク、DD-416 にも命中。火災を発生させた。また、21時33分には、戦艦、サウスダコタ、アセスサウスダコタ、BB-57 に、 命中弾を与え、同艦は損傷と人的ミスによる電気系の故障により、複方群とレーダーの大半が一時的に沈黙する。一方で、綾波は21時22分、敵艦隊から集中砲撃を浴びたため、第一煙突に命中した一弾によって、魚雷発射前に一番連艦が故障、三本の魚雷が装填された発射艦は艦軸線を向いたまま旋回。 発射不能となり、同時に左舷に積んでいた、関西内過程のガソリンタンクから発生した、火災によって魚雷が炙られる状態となった。2130、艦長は、攻撃可能な2番、3番連艦による攻撃を加齢。発射した魚雷は21時33分、米駆逐隊に次々と命中し、多くの艦首部に命中した1本は、全部手砲弾薬庫を誘爆させ、 同艦は21時43分に沈没。さらに2番艦、ベンハム、アセスベネム、DD-397 艦首部にも命中し、同艦は艦首が潰れて、航行不能となり、艦隊から落語した。ベンハムは、翌15日、応急修理に成功して5キロトンで、グーインと共に、エスピリッツサントに向かうものの、13時37分時に、再び箱が開き、 沈没した。こうして戦火は上げたものの、米駆逐艦の砲撃と、戦艦、ワシントンの複砲射撃による反撃で、綾波は次々と命中弾を受け2番砲塔は、被弾し、沈黙、さらに機関室に2発被弾して、高校、だともに不能となってしまった。ここで、別動隊であるナオ隊の慶順、長良駆逐艦、サミダレ、デ白雪、初雪の、 警護席、朝雲、正月は、射撃隊の名オで、分離が戦場に到着する。ここでも激しい戦闘が繰り広げられたが、米艦隊の3番艦の、プレストンは、綾波の砲撃による火災がひどく、日本艦隊の格好の目標となり、航行不能となって間もなく沈没してしまった。さらに、名オ隊は4番艦、グーイン、アセスクイン、 dd-433 の機関部にも損傷を与え、艦隊から落語させる。この後さらに、霧島とサウスダコタ、ワシントンによる、戦艦同士による、砲撃戦が行われることになるがここでは割愛する。被害人大となって、漂流を始めた、綾波ではあったが、喫水戦艦への被弾はなかったため浸水はしなかった。 しかし上甲板の火災はすでに消火不能となっており、魚雷の誘爆は時間の問題と見た艦長は、総引退官を加齢。生存者は全員海へ飛び込み救助に駆けつけた、浦波に収容された。浦波に、生存者全員が救助された後、23時46分に、ついに魚雷が誘爆。翌15日の0時6分、二度目の大爆発を起こした。 あと綾波は沈んでいったという。戦闘での戦死者は27名。裏波に収容された後に死亡した者も含めて、戦死者は42名であった。艦長の佐久間栄治中裁下、生存者の一部はガダルカナル島へ渡った。その後、佐久間中佐は輸送任務のために仮眠房にやってきた伊1 7に便乗し、トラック経由で横須賀へ移動した。 沈没後に漂流していた兵士たちの指揮は大戦火を挙げた。その当時は、綾波と差し違いに敵艦三隻を撃沈し、そのうち一隻は従順洋艦だったと戦火を誤認していたため非常に高揚しており、沈没前に爆雷へ安全装置をつけて海に沈め、浮遊物を散々投げ込んだ後、海に飛び込んでいたためで起死、圧死の心配もなかった。 そのため時間が沈没したにもかかわらず漂流中に、軍火を合唱している兵士たちもいたほどだったという。駆逐艦、綾波は、第三次ソロモン海戦で沈没した、従順、木の傘、駆逐艦、赤月、夕立と共に12月15日府で除籍、帝国駆逐艦籍、第19駆逐艦隊、白雪型駆逐艦のそれぞれから削除された。 当が挙げられるタイタニック戦艦ビスマルクを発見した海洋研究者ロバート・バラードラのチームによる1992年平成4年夏のアイアンボトムサウンド調査でサボ島海面400メートル地点に眠る綾波を発見した当初同じ徳型駆逐艦の暁と思われていたが暁の元水雷長であるアラヤ徳寺は綾波であると指摘した 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。